上から受け継いだこの土地、必ず守ってみせます。パラダイル州の協力を得るため、我々は皇帝家の仲立ちを依頼する。皇帝に賄賂をつぎ込みましょう。私はいい作戦だと思うな。人選含めて全てお前に一任する。どうしましょう。君は子供だから私がついていってやるぞ。皇帝の権力を使って好き放題やっているのは最小尺の。こちらは皇帝陛下の名を貸すのですよ。話になりませんね。父上に代わって私が死守してまいります。このままだとあんたら 100% 負けるから。だからこそ必ずやパラダイル州を味方につけてみせますわ。ミシアンに心からの忠誠心があると言えるのか。つまり必ず勝利するということだ。怖くないと言ったら嘘になります。でも覚悟は決まっています。いざ出陣だ。この砦は絶対に渡さない。私を誰だと思ってるんだ。負けてたまるかよ。あとは私に任せてください。どんな作戦で来ようとも全部対応してみせます。最初から最後まで全て思惑通りでしたわ。面白いね、あの坊ちゃんもその家臣も。ここにいるのは普通じゃない人たちなんです。僕は自分の目を、みんなを信じます。転生貴族鑑定スキルで成り上がる第2期アガルアニメ